ういっても苦しみみとととここはは私たちはみんな体験することでするでどうしても私たちは何か意義を探求したいでしょう。でもしかしたら人,間人生の中で一番苦しい体験はおそらく愛する相手の死であると思いますね。自分のお父さんお母さん配偶者あるいは子供の死そして第二として。 いよいよ自分自身の死に直面するっていう苦しい体験ですね。と思います。ですから、私はその悲嘆のプロセスとして。あの一つの、まあ、十二段階のモデルを作りました。えー、つまり、そのモデルと言いますと、大体一年間のプロセスだと思いますね。ですから、まあ、今、あの、いろいろな、まあ、あの。 え、避罪。まず相手が亡くなったとかで、あの認めたくないっていう、えー、反応もありますし、あるいは、えー、怒りとまあ、恨みとか。まあ、大体の人間はね。あの例えば苦しむ時は責、えー、めるようになりますね。愛と責めれば例えば怒りとか恨みね。例えば交通事故の後で加害者に対する怒り。あるいは最近のサリン事件の後で同じように。そういう。 加害者に対すする恨みとととか怒りはとても強いと思い思ますしかし場合によって、えー、その医療関係者に対して例えば自分の,あの愛する相手は病院で亡くなってからいろんなことは「いやもう少しあのやっぱりあの人間らしい医療が希望した」とか「自分はそばにいてほしかった」とかいろんなあのそういうあの批判もあります。または 場合によってやっぱり自分の責めるね。罪悪感罪意識っていう段階もありますね。どうしても私たちはただ一つの段階止まらないで、やっぱり進まなきゃいけないんですね。罪ゴールはやっぱり立ち直る道まで歩まなければならないと思います。それでいよいよその新しい希望の段階もとても重大ですね。新しい希望と言いました。 あの今までしばらく間私たちいつも過去に向かってね失った相手への悪があるを感じますけどある段階でその常駐的なあのやっぱりつな、えー、がりを勝ちて私たちは未来に向かって新しい希望を抱きながら努力しなきゃいないと思います。ところがこういうような意味でこの悲嘆のプロセスは この苦しい体験やっぱり身近な手を失ってからとっても苦しい体験ですけれども私たちうまくこういうプロセスを取りますとそれはまた同時に素晴らしいあの人格成長のプロセスにもなれるわけですね。と言いますのは私たちはあのどうしても、えーそのえー、あの苦しい体験があるかどうか私たちは自分で選ぶことはできないんですね。 必ず苦しい体験があるんです、ね、けどもその時は私たちはどう対応するかっていうことはあの私たちは自分で選ぶんですね。ですからあの一応あの東京で1983年に「まあ、生と死を考える会」が生まれました。 あの立ち乗るためにまあ助け合うグループです、まあ、実は現在はあの日本全国で30の生と死を考える会もできましたそこであの各シティでこういうようなあの身近な人を失ってた人はお互い会ってお互い分かち合いによってお互いをその一緒に立ち乗るの道を歩むようになると思います。 私はまあ苦しみの意義といっても簡単な答えはないと思いますけれども少なくても私たちは苦しんでいる人はその苦しんでいる人の連帯感を感じてお互い同士もっと助け合うとか一緒にこの孤独な苦しい道を歩めばやはりその立ち乗ってから私たちはそういう苦しい体験の企画で 私ににととって一つのの貴重ななな人格性質の企画にもなるんじゃいいかと思いますですからこれからもより温かい日本の社会をつくるために私たちは特にその身近な人を失った人に対してやはり思いやりを示してそして手を結んでお互いに助け合うことはこれはあのより温かい社会そして その苦しんでいる人にとっても、一つの新しい幸福への道になれるんじゃないかと思います。<music> 苦しい体験があって、その危機にぶつかります。ところが、その危機はもちろん、まず。 苦しい体験ですけれども同時にあの貴重な挑戦、まあ、にもなれるわけですね。例えば具体的な例です中年期に入りますと私たちはみんなそういう時間の危機を体験しますね。ある日はあ私半人生に去ったということですね。これはものすごい危機です。けれども同時にそれを通して私たちは。 いや残されている人生の時間の尊さをも発見できるんですね。それによってもっと精一杯生きるような道にもなれるんです。面白いことには、あの、グリシャ語でね、時間っていう概念は二つあります。一つはクロノス、一つはカイロスね。クロノスは物理的時間ですね。量的な時間です。例えば、分、秒、日、まあ、とにかく 時時計でで測れる時間ですねそれは私たちはみんなにとって全く同じですね時間の時計,時計の時間ねところがあのカイロスは、えー、質的な時間です一度だけ来るもう二度戻ってこないその決定的な瞬間この時ねこれはカイロスですねですからある意味でそういうような危機で時間の危機で私たちは時間意識の最高を通して 今度自分の生きる時間生きる時をもっと大切にする道にもなれる,なれるじゃないかと思いますそして私たちは人間はみんなものすごい、えー、潜在的能力の可能性を持っています、ね、英語で Human Potential、ね、昔は大体専門家は人間は大体半分ぐらいねその自分の潜在的能力の可能性を開発して半分 使わずに置きっぱなししていると思ったんですけども最近の専門家あは5%を開発して95%を使わずに置きっぱなしにしているっていうことはむしろ普通だと思っていますで、そういう意味で私たちはいろんな苦しい体験いろんな危機をそういう積極的に使って自分の中にある今まで開発しなかった可能性を開発する というあの挑戦にもなり得るわけです。もちろん長い人生において一番難しい。一番苦しい危機はあの身近な人の死と自分自身の死だと思いますね。あの現在は日本人は27%は癌で亡くなるそうですね。これは大変多いんです。ですから、大勢の方は身近な人の癌の体験しますね。 自分のの家族の中でですから私はあのもうずっと前からそれに関してもちょっと教育があった方がいいんじゃないかとあの提供しましたいわゆる、まあ、死への準備教育、まあ、英語で, Death Education ですねこれは決して暗いことじゃなくてただあのやっぱり死について学ぶっていうことだけではなくてむしろ私たちはいかに、まあ、最後まで人間らしく生きるかという教育ですね。 まあ具体的なことです例えばあの誰かががんになったらやはりがん告知っていうテーマですね。私たちは長年で死をタブー化しましたからなかなかね医者もそのがんであると言えない医者は多いわけですね。ところがそれに関して私はいつも思うのはこれはただ病名を告げるか告げないかということじゃなくてむしろそのコミュニケーションという枠の中で考えていいんじゃないかと思いますね。 例えば、あのアメリカでもこういう考え方は完全に変わりました。例えば、アメリカの医者に対する調査で、1961年はまあ、90%は。 あのがん告知しないと答えましたところが1977年は97%はがん告知すると答えたんですねましたどうしてあれほど大切な鍵はどこであるかあの保険のこととか銀行のことといろんなことを教えてくれましたそして最後の日で何回もありがとうありがとう thank you そして I love you と言いながらあの亡くなりました私は この患者さんにとってこの最後の3日間はどれほど生きがいのある人生だったでしょう一生懸命やっぱりあの愛に満ちた最後の3日間でした一生懸命奥さんは後で困らないようにその思いやりを示しながら最後の3日間を過ごしたんですもし頑固くしなかったらただだんだん弱くなって消え去ったでしょう。 僕はあの奥さんの立場から考えましょう奥さんにとって今でも亡くなった主人の最後の姿はとっても生き生ききしれ心の中に残っているでしょういつも主人思い出しますとその「ありがとう」ってその最後の「I love you」今心の中で響いているでしょうですからそういう意味でこういうような心の準備とかあるいは死への準備教育はの意味はやはり一方では患者様はもっと 最後まで人間らしく生きるからできますようにと同時に家族と遺族にとってもとっても重大なことだと思います。今え日本の平均寿命を考えますと男性はだいたい七十六歳になります。しかし日本の女性の方はもっと元気で八十三歳までも頑張るんですね。<laughs> 平均はね。でそこで私は思うのはやっぱりほとんどのまあ結婚すれば い,やいつか主人を失ううがあるでしょうでそういう意味でその時まで待たないでそれによって今現在ね主人はまだ生きている間で相手の存在の素晴らしさはまた再,、えー、再あのまた意識してもっと深くねあの夫婦の関係を深めることもできますしと同時にいつかねもしかしたら6年間でやっぱり主人なしで 生きるようになる。その準備のこともあの重大じゃないかと思います。実は私の母国語ドイツ語でとても美しいことわざがあります。つまり、getalt e freudist d o u b l t e f r e u d i getalt s l i d is h a l b e s l i d つまり共に喜ぶのは2倍の喜び。共に苦しむのは半分の苦しみ。 ここれはは特に国人にも当てはめることはできるととでき思います例えば夫婦として例えばあの苦しい体験でしょうけれども一緒にあのそれについて話すことができればつまり共に苦しむのは、まあ、半分の苦しみにならなくても少し楽になるんじゃないかと思いますしかしやはりコミュニケーションということはあの特にあのその苦しい時は私たちはみんな一番期待しているんじゃないかと思います。 私はまずユーモアを一つの大切な愛と思いやりの表れとしてあの解釈したいと思います。まあ日本語で時々